あ、これ注文できますか。そしたらこのショコラショコラ一つ でこれメッセージカードみたいなの載せれます。はい、あ、誕生日用じゃなくてなんかお祝い事なんですけど、じゃあこれでお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、カシャカシャカシャリンカ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はやっはーい、チャンネル登録者様が17万人突破したということで、本日は私の大切な彼氏と一緒にケーキでお祝いをします。イエーイ。今彼氏と待ち合わせ場所に向かってるんですけど、なんか先に用意しててみたいなこと言ってたんで、ちょっとこれをセッティングしていきます。楽しみ。まだ来ないかな。待ち合わせ場所着いた。やっぱね、こうやって動画撮るの楽しいんですよ。2人の思い出をずっと残せるじゃないですか、ネットに。寒い、早く来ないかな。こっちは早く準備してんだよ日が暮れちゃうじゃん。たかし、まだ？遅いでしょ。なんだよ俺。いただきます。いいね。なんこんなチョコいっぱいついてんの。最高じゃん。もう何何、独り占めできんの。この前クリスマスだったけどさ、ね、2人で一緒にいたら、ね、いっぱい食べれる分がさ少なくなるじゃん。全然いい、1人で。美味しい。ほらほら、ここにこんなにクリームが。最高でしょ。ほらね。うん、皆さんはどんなクリスマスと年末をお過ごしですか。青吉はこんな感じで好きなものいっぱい食べてます。ちょっとね、あんまりチョコケーキ好きじゃないんですけど、これすごい美味しいですね。私にとってクリスマスの思い出って何だろう。なんかモーターボートが。でも1回だけあったんですよね、彼氏いた時にクリスマス過ごしたことが。その時はまあ楽しかったかな。私は同棲してたんですよ。 YouTube 始めたての時は彼氏の家で撮ってたんですけども、もしかしたらみんな察してたかもしれない。一人暮らしにしてはちょっと広いぞみたいな。でもね、一緒に寝なかったの。私はちょっと変わってる性格で、なんか付き合ってもほっといてほしいみたいなわかる？束縛されるのが苦手なタイプなんで、なんかもう自由にやってたって感じですかね。でも意外にもね、当時付き合ってたその彼氏からたまに連絡来るんですよ。元気にしてるかとか、ご飯行かないって。でも行かないんですけどね。うん、もう最高。このね、生チョコ感がすごいの。これやばいでしょ。うわー、美味しそう。やばい。
これですよ、これ。たまらん、たまらないぞ。もうね、ほじくり返しちゃって、これ一人だからね、こういうことできるけど、カップルとかで食べたらみんな気遣うでしょ、二人ともどっちが多くクリーム取ったとか。もうそんなん関係ない、一人で十分。おいしい。でもね、板チョコあんまりうち好きじゃないんだ。ここもクリーム三昧、クリームだけで生きていける。ほらこれですよ。めっちゃ見てるめっちゃ見てる。やばいやばいやばい、さっきね携帯落としたんです。私もう泣きそう髪の毛がやばい。マジ？あ、泥ついた、もう最悪。あ、中までクリームいっぱい入ってた。いやだよ、もう落としたくない。ほじくって食べるからね、ケーキ。一人だったらね、関係ないから。落ちるなよ、落ちるなよ、落ちるなよ。さっきその落とした携帯の傷ついた部分がちょうどインカメラの場所なんですよ。これさ、運悪すぎでしょ。なんでこんなに運悪いのかな。ピンポイントだからね、一番仕事で使う場所なのに。やばい、おしっこしかなくなっちゃった、寒いから。来年こそは絶対彼氏作るんだから、覚えとけよ。みんな街で見せびらかしたら、あの暇人ども、もうクリスマスなんてね、みんな暇人の集団ですからね。だってわざわざさ、その24と25に集まるんでしょ。その予定作るほどさ、結構くんな。26歳にきついかも、この甘いの一旦休憩トイレしたい、トイレしたい、ちょっとトイレ。お手がびっちゃんこ。でも本当にどうしようか、携帯の画面割れちゃったからね、微妙に。ちょっとまたいつかの動画で見せますよ。最悪もうマジトーンってちゃった、最悪だよね。寒い、よくもまあみんなこんな寒い時に泳ぎに来ますよね。泳ぎじゃなくて走りに来ますよね。もう考えられない。残ったやつはママ吉と一緒に食べます。家にこの後帰るんで持って帰ります。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱は画面の下にありますので、そちらもチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。寒い、マジ寒い。あ、でももう撮り終わっちゃいましたよ。え、撮り終わっちゃいましたよ今から片付けみたいな。すごいね。あ、全然。え、私もこの辺りで。そうです、今ここで撮ってました。そっちの方。はい、すごい。もう全部終わったんで。え、なんかカメラ撮られに来たんですか、なんか写真。うん、そうです。